あ、固まってた？ずっと喋ってた。固まってた？本当？で一人でなんかコメントこんくなって、なんかループってそう書かれとって、コメントで、あ、固まってる？と思って一人でずっと語りつけてるけど、固まってる？って思って、え、固まってる？固まってる？ってずっと言ってた。でなんか何も返事がなくて、あ、これ絶対固まってるやんって思って、はい同じ話してた。嘘、どこずっとこうやってやってた。え？みたいな。いや、お姉ちゃんが電話してきたからだ。絶対そうや、お姉ちゃんが電話してきたからだ。せっかくの方がどこまで話したかわからんわ。もうどうしよう、 Wi-Fi 使えたない。本当に一番泣いたのはオーディションに落ちただけとか。そうですね、その時が一番泣きましたね。はい、以上以上です。あの時はめっちゃ泣いたね。めっちゃいい話してたのにな。もう喋もう分からへん。他人喋ったとか思い出されへん。ループしてる時何話してたっけな。ね、なんか AKB48 ショー、私めっちゃ取り上げられてたよねみたいな。じゃあね、3分ぐらい喋ってた気がする。そんなことないか。姉ちゃん文句言っといた、文句言っとくわ。そう、さっき電話かかってきたんですけど、上からピーって出てきて、お姉ちゃんのあれが。でその前に梨うまいってきた絶対梨おいしいみたいな電話だと思う。梨うまいってきたよ、絶対。そう、本当にそう、何の報告って感じよね本当に。とか泉さ、11時半に終わるって言ってるのにもう40分だよ。終わろう、ブログがなあかん。ブログ書かなあかん。ブログ書かないといけないので、もう終わろうと思います。皆さんありがとうございました。10月9日と10月10日の現地でトーク会の申し込みがお昼の、明日のお昼の12時までなので、お忘れずにお願いします。バイバイ。文句言ってくるわ、お姉ちゃんに。バイバーイ、またね。バイバーイ。あ、ありがとう、みんな見てくれてありがとう。いっぱいありがとう。いろいろタワーもね、クマちゃんとかもいろいろありがとうございました。まだね